ディオネまたはディオネは土星の第四衛星である。1684年3月21日にジョバンニカッシーニによってテティスと共に発見された。ディオネの表面。色の違いをわかりやすくするために色彩を強調している。ディオネは土星の衛星では4番目に大きく、密度はタイタン、フェーベに次ぐ。岩石を含む氷が。 主成分であると見られている。後天方向前側の半球はクレーターが多く、明るい表面を持つ。一方で、後ろ側の半球は暗く、クレーターは少ない。後後半球には、網目状の線があり、これは形成直後の内部活動で生じたと考えられている。これらの性質はレアに似ている。2011年の無人探査機、カッシーニの観測により、 極めて薄いながら酸素を主成分とする大気が存在することが分かった。これは土星の過電粒子が表面の氷を分解して生じさせていると考えられている。気圧は2.97パスカルという極めて低いものであり、この気圧は地球の4 8 3キロメートルの高度に相当する。また同じくカッシーニのデータから ディオネの北半球に存在する長さ約 800km の隆起地形であるジャニキュラム動作を調べた結果氷の湾曲の度合いからその場所が過去に高温になっていることが推定されたこのことから氷を主体とする他の衛星と同様地下に海が存在することが示唆されているディオネの高天軌道上にはトロヤ衛星があるラグラン受点 L4 には、ヘレネ、L5 には、ポリデウケスが存在する。ディオネは1684年3月21日に、ジョバンニ・カッシーニによって、テティスと共に発見された。カッシーニはそれ以前にも、レアとイアペトゥスを発見している。これらの衛星は、カッシーニがパリ天文台に設置した大型の空気望遠鏡を用いて観測された。カッシーニは、 自らが発見した4つの衛星に対して、ルイ14世を称えて、シデラロードアセアと名付けた。これは、ルイの星という意味である。17世紀の終わりになると、天文学者はこれらの4衛星とタイタンを合わせ、サターン I からサターン V というように番号で呼ぶようになった。1789年に、ミマストエンケラドゥスが発見されると、この命名方法は、 サターン7まで拡張され、古いご衛星の番号を押し上げる形で番号が振り直された。この方式が続いたのは1848年にヒペイオンが発見されるまでであり、この時はイアペトゥスの番号がサターン8に変更された。これらの7つの衛星に現在知られている名前を与えたのは天文学者のジョン・ハーシェルである。彼は、 ミマストエンケラドゥスの発見者であるウィリアム・ハーシェルの息子である。1847年に発表した、リザルツ・オブ・アストロノミカル・オブザベーションズ、メイド・アット・ザ・ケープ・オブ・グッド、ホープの中で、7つの衛星に対して命名した。ディオネの名前は、他の土星の衛星と同じく、ギリシア神話の巨人族の一人、ディオーネにちなむ。ディオーネは、クロノスの姉で、また、 ゼウスとの間にアプロディーテーを設けたとされる。ディオネの軌道長半径は3 7 7 4 1 5トルであり、これは地球の月の軌道長半径より2%ほど小さい。しかし土星の質量は地球のおよそ95倍と大きいため、ディオネの軌道周期は月の10分の1程度である。現在のディオネはエンケラドゥスと1。 2の平均運動共鳴を起こしており、エンケラドゥスが土星を2周する間に、ディオネは土星を1周する。この共鳴は両衛星の軌道離心率を一定の値に維持しており、その結果として両衛星内部での潮積加熱を生じさせる。この潮積加熱は特に活発な紛失活動を行っていることが知られるエンケラドゥスの地質活動を考える上で、 重要となる。同様に、ディオネ内部での潮積加熱に対しても重要である。ディオネは、自身の軌道上に境界点するトロヤ衛星であるエレネとポリデウケスを持っている。ヘレネは、ディオネから60度先行した位置にある、L4 付近、ポリデウケスは60度後方にある、L5 付近に存在する。軌道力学の観点からは、これらのトロヤ衛星はディオネとの位置。 一の平均運動共鳴を起こしている状態にある。同じ力学的関係にある土星の衛星として、テティストそのラグランジュ点に存在するテ、レストとカリプソがある。ディオネと土星の間および土星。ディオネの直径は 1122km であり、土星の衛星では4番目に大きく、太陽系の衛星の中でも15番目に大きい。 また自身より小さいサイズの衛星の中では、最も重い。ディオネの質量のおよそ3分の2は氷で、残りはおそらくは、岩石質の高密度の核からなっていると考えられる。ディオネはレアと非常に似た特徴を示す。ただし、レアと比較すると、いくらかサイズは小さく、密度は高い。どちらの衛星も似たアルベドの特徴を示し、 変化に富んだ地形を持ち、さらに光点の先行半球と後行半球で異なる特徴を示す。ディオネの先行半球は一様に明るい表面を持つ。しかし、後行半球には網目状の氷の断崖が見られ、独特の特徴を示している。土星探査機カッシーニの観測で得られたデータから、ディオネは内部界を持っている可能性があることが示唆されている。 これは、軌道共鳴の相手であるエンケラドゥスと同じ状況である。表面に発見されているジャニキュラム動作という地形は、内部に海が存在すると考えると説明することができる。この地形は高さが1から2キロメートルあり、ディオネの近くはその下0 5キロメートルほどまで広がっているように思われる。このことは、ジャニキュラム動作が形成された段階では、 氷近くは暖かかったことを示唆しており、これは衛星の超積変形を大きくする地下の液体の海が存在するためであると考えられる。衛星の形状と重力のデータを元にすると、全球的に広がる液体の水の内部海は厚さ 65-30km で、その上に 99-23km の厚さの氷の近くが存在していると予測される。 内部界があると見られるディオネとエンケラドゥスはどちらも、静水圧平行の形状をしておらず、平行からのズレはアイソスタシーによって維持されている。ディオネの氷近くの厚みのばらつきは5%未満だと考えられており、最も薄いのは、氷近くへの調石加熱が最大になる、両極付近である。古いクレーターを横切る、割れ目地形。カーシジホスと呼ばれる地形は、 画像の右上から左下に向かって走っており、パクトラス・キャティーナは画像の下部を水平に近い角度で横切っている。ボイジャー1号が1980年にリオネを撮影した際、高校半球の表面を覆う細い構造が存在するのが発見された。この時に判明したのは、これらの構造が高いアルベドを示し、かつその下部にある表面の特徴を隠して、 しまわないくらいには薄いということのみであり、このような構造が形成される要因は謎であった。一つの仮説は、形成直後のディオネは、地質学的に活発であり、氷の火山などの現象によって形成されたというものである。この仮説では、氷の火山活動によって衛星表面の大部分が更新され、割れ目に沿った噴出によって形成された筋状の構造と、 噴出物が雪や灰のように表面に降り積もった結果として形成されたとされる。その後内部活動と表面の更新が停止し、後天の先行半球には天体衝突によるクレーター形成が継続したため先行半球での筋状構造を消し去ってしまったと考えられた。しかしこの仮説は2004年12月13日のカッシーニのフライバイで 近距離から画像が得られた際に誤りであることが判明した。これらの細い構造は実際には氷の堆積物でできているわけではなく地質学的な破砕によって形成される明るい氷の崖であった。つまり、リオネはその高校半球が膨大な破砕地形に覆われた状態の天体であることが判明したのである。その後2005年10月11日に カッシーには、ディオネから 500km の近距離をフライバイして観測を行った。この時には氷崖を斜め方向から撮影した画像が得られており、これをもとに崖のいくつかは数百メートルの高さを持つことが判明した。ディオネの表面には、クレーターが非常に多く存在する領域と、クレーターがやや多い平原、少しのクレーターが見られる平原、 地質学的な破砕が見られる領域が存在する。クレーターが非常に多く存在する領域では、直径が 100km よりも大きなクレーターが多数存在する。平原領域に見られるクレーターは、直径が 30km 以下という傾向がある。クレーターが非常に多い地形の大部分は、高校半球側に見られ、クレーターが少ない平原は、先校半球に見られる。 これは科学者が予想した状態とは反対の傾向である。有人シューメーカーとルース・ウルフは、超積固定された衛星へのクレーター形成のモデルを提案しており、先行半球でクレーター形成率が最も高く、後行半球で最も低くなるとした。そのため、ディオネは、後期重爆撃機の最中は現在と逆向きに、土星に、 超積固定されていたことが示唆される。ディオネは比較的小さい衛星であるため、35km 以上のクレーターを形成するような天体衝突が発生した場合、衛星が回転させられる。このサイズのクレーターは多数見られるため、形成直後の後期重爆撃機には何度も衝突によって回転させられていた可能性がある。 現在のディオネのクレーター形成のパターンと先行半球側が明るい表面を持つという特徴からディオネが現在の向きで長汐固定されてから数十億年は経過していると考えられる。カリストと同様にディオネに見られるクレーターには月や水星に見られるような大きな起伏は見られない。これは地質学的な時間にわたって脆弱な 氷近くが沈行した結果だと考えられる。2010年4月7日にカッシーニがディオネをフライバイして観測を行った際に薄い酸素分子イオンの大気層が検出された。この大気は非常に薄いため科学者はこれを希薄な大気というよりも外気圏とみなすべきものであると考えている。カッシーニのプラズマ分析機で測定された 酸素分子イオンの数密度は、1立方センチメートルあたり0.01から0.09個で、ある。観測の際のバックグラウンドレベルが高かったため、カッシーニの観測では、ィオネの外気圏から水を直接検出することは、できなかった。しかし、土星の強力な放射線帯からの高電化の粒子が、氷の中の水分子を水素と酸素に分解すると、考えられる。 ディオネの初めての接近観測はボイジャー1号によって行われた。また土星探査機カッシーニによる接近観測は合計5回にわたって行われた。ディオネを目標とした近接フライバイでは2005年10月11日に 500km の距離からの観測が行われ、 その他にも2010年4月7日にも同じく 500km の距離からの観測が行われている。3回目のフライバイは2011年12月12日に行われ、99km の距離にまで接近している。その後2015年6月16日には 516km、同年8月17日には、 最後のフライバイが 474km の距離で行われている。ありがとうございます。